はい。それでは本日の地学の授業を始めたいと思います。で、本日は地震波の性質とね。まあ地震波というのはちょっと局地的なものです。が、ここから地球の内部構造ね。これが読み取れますので、頑張っていきましょうというあたりです。で、それでもって最初は、ある種、復習的な部分でもあるんですけれども、まあ地震にまつわる用語の確認ですけれども、何はともあれ、震源というのが地震が発生した地下の点ね。そのもののことを指しますよというあたりね。で、あとそれからはい。震央ね。これが震源の真上の地表の点ね。まあ、つまり図としてはこんな感じ。まさしく真上ですよということにご注意をというところ。で、そして今度、震源の深さはとかね。そういったことも地震が起こった時に報じられることは多いですけれども、これはもちろん、このもうちょっといろいろ出ちゃいましたが、震源と震央の距離ね。ここのところを指しているのが、震源の深さというものですよ、というところ。で、それからまた次ですけれども、今度震源距離ね。これももう読んで字のごとくという感じがしますが、震源から観測点までね、ここのところの距離のことを指していますよ、というところね。で、それからもうあと1個しかないねと言われますが、震央距離というやつはそうです。震央から観測点までの距離ですよ、と。いや。ああ、で、それでもって、いろいろね、マスコミさんは震源地とかなんとかやってたりしますけれども、地学用語としては震源地というのはありませんのでな。あくまで地震が起こったところをその場所が震源で、その真上の地表面のことを震央と言っているだけですので。うん、いや、だから震源地というのはさ、スキャンダルの震源地はどこどこだとかね。なんか、比喩的に使えたりもしますけれども、地学の用語では少なくともありませんので、まあそこのところはしっかりと分かっておいてくださいなというところです。じゃあ、そうしましたら今度、地震の大きさね。これをどう評価するかっていうあたりですけれども、まあまずマグニチュードね。何なんですかこれって言われますが。そうです。地震によって放出される、そうです。エネルギーの大きさね。で、またの名を地震の規模とも呼んでおります。で、そして一個の地震に一つの値しかないのがマグニチュードですけれども、このマグニチュードとエネルギーの関係ですけれども、ね、そうです。マグニチュードね。に大きくなるごとにエネルギーは1000倍になりますよとね。これがね、だからね、うん。誰が何と言おうと身も蓋もなく定義なんですよというね。そこのところはしっかりと分かっておいてください。で、それから次ね。でも2大きくなるごとに1000ってなんか罰ゲームみたいじゃないですか。1大きくなったら何倍になるんですかと、そこは突っ込みたいところですよね。ということでこれは実は、約32倍になりますね。約32倍って何なんだよと言いますけれども、例えばマグニチュード5、6、7とね、並んでいるとしましょう。で、そしたら、はい。5から7に行ってくれればちょうど1000倍なわけ。これは定義なんですね。誰が何と言おうとね。で、そして、はい。そうなんです。これ、倍数での定義になってるじゃないですか。ということなんでまあ、まさしく、32倍ずつね。32倍ずつね。していってもらえれば、32×32 って大体1000ですよとね。1024ですけれども。っていうような感じになりますので、マグニチュード1大きくなったら、約32倍マグニチュードは、エネルギーは大きくなるんだよという、そこを分かってもらえれば OK です。で、そしてそう。今度、震度の話ですけれども、これはね、一個の地震にたくさんの数値があります。だってこれはあくまでそう。各地の揺れの強さや程度のことを表しているわけですからね。で、それでもってそう。何段階あるんですかという、これは結構問題になりますけれども、そう、しっかり覚えておいてください。0から7なんです、まずね。で、0から7っていうことは8段階じゃねって思うんですけれども、この辺ね、大事なところですが、震度の5と6には、それぞれそう、強と弱とありますというね、話になりますので、8たす2でもって、結局最終的に10段階ありますのでな、ということはしっかりと押さえておいてください。だからそう、単純と思うかもしれませんが、何段階あるんですかというね。それは聞いてくることは結構あります。で、そして引っかかる人もたくさんいますというね。話になりますので、そう。0から7です。そして5と6にだけは強弱がありますよというね。そこをしっかりと押さえておくことが大事ですよというところです。で、それから次ね。今度、地震の流れということになりますが、まずね、余震、前震というものがあります。で、それでもってこれ、本震の発生前に、本震の震源域ね。つまりそう、地震を起こした断層の領域のことです。ここで発生する、比較的小規模な地震ね。これのことを呼んでおりますよ、というところ。で、そして次が何かといえば、いよいよ本震が来ますとね。まさに本震の発生前にと言ってんだから、次は本震来なきゃおかしいですけども。で、そう。これが要するにそう。規模の大きな、まさしくメインの地震ですよ、というところね。で、それでもって、それからまだ続きますよということで、だからそう、地震の報道なんかでそう、余震に注意してというね。それはよく言われるところではありますけれども、そうなんです。本震の発生場所付近ね。ここのところで、要するにそう、いきなりパーッと揺れておしまいってわけにいかないんですよ。しばらくの間くすぶってるわけですよというね。そういうイメージを持ってもらえればいいですけれども、数多く起こるね、本震より規模の小さな地震です。いいあたりね。ということで、なんかかっこよく分類されてるんですが、ちょっと注意してほしいのは、これね、どれもこれも結果論です、実を言うと。だから例えば、これ見て皆さんはまだまだ小さかったから覚えてないかもしれないですけれども、2011年の3月11日の東日本大震災。あの時は、実は11日より前に本震だと思われた地震があって、あとは余震に警戒してね、みたいな、ちょっとね、緩い感じの、報道がなされてたんですよ。で、ところが全然違ったんですね。本震は結果としては、3月11日の2時46分のあれだったんですよ、というね。話になってくるので、別にそう、綺麗にこういう風に来るわけじゃなくて、その、最終的な地震の結果を、記録を見ていくことによって、なるほど。これが本震で、その前にあった前震、そして余震、後にあった余震だったんですね、という。まあ、そんな感じでわかることが多いので、別にそう、いつもこれがスパーッとわかるとかね、そういうものではないんですよ、というところも、わかっておいてもらえると、なおのこといいですよ、という話になります。で、そしてここも大事ですが、余震の起こった地域、つまり余震域というのはそう、元々のそう、震源域とかなり一致しますよ、ということも言えます。で、それからね、いよいよそう、内部構造の話に近づいていきますけれども、まず地震波の初めに来る小さな揺れね。これのことがそう、初期微動と呼ばれる P 波によって引き起こされる地震波なのですよというあたりね。で、それでもって、次ね、後から来る大きな揺れがありますとね。まあ大きな揺れです。これが地震動のメインですよとね。いうことになりますので、これが主要動というやつで S 波によって引き起こされています。で、それでもってそう。これも大事な用語ですが、P 波と S 波の到着時刻の差ね。これのことをそう。初期微動継続時間ね。と呼んでおりまして、で、それでもってそう。実際どういうふうに記録されているかっていうと、もうこれもだいぶ昔になりましたが、熊本地震ね。で、そう。最初、揺れの小さな初期微動がありますとね。で、それでもって、その後、はい。まずドカーンと揺れますとね。で、そして、その後はまあ、だんだんと収束に向かっていきますよという感じの主要動がありますよとね。まあ、そこらを分かってもらえれば OK でして。で、それでもって次ね。またそう。地震波という話で、そもそもそう。当たり前のように P 波、S 波と言ってますけれども、どういう違いがあるの？どういう波なのというね。そこをしっかりと理解していくのがここの目標です。で、はい。まずね、地表付近の速さが、まあそう。さっきも言った通りで、P 波の方が速く伝わるよとね。で、S 波の方がゆっくりですよという通りで、まあこのぐらいのね、速度の差があるんですよという。そこのところはしっかりと分かっておいてくださいなというところね。で、それでもってただね、それだけじゃダメですよということになりまして。そう。P 波っていうのは、縦波というものです。で、縦波って何かというと、進行方向と平行に振動しますとね。で、地盤の伸縮によって伝わるよということで、まあそうなんです。こんな感じで、まあもちろん地下深いところに震源があるとしましょうとね。で、そうすると、こう、上がった下がった、上がった下がったとね。まあこんな風に揺れるのが P 波の特徴ですよというところ。で、それに対してそう。S 波は横波と呼ばれるものでして、で、横波って何かというと、進行方向に対して直角に振動することになりますよとね。で、それでもってそう、地盤のねじれによって伝わりますとね。何なんですかそれと言われますが、これを見てくださいな。ということでそう、また地下深くに震源があるとして、これがそう、左右左右に動くわけですよとね。だから進行方向に対して直角ですから。だからそれによって地表面でも右へ左へ大きく揺れますよという。まあそういう特徴があるわけね。で、それでもってそう。もちろん大きく揺れるのはこの S 波の方ですので、まあやっぱりね、これによって人的物的な大きな被害が起こるというね。まあそれは現実なんですけれども、ただね、まあ皆さんも経験あるかなとは思いますけれども、P 波ってそんなに揺れ自体は大きくないんですけども、こういう揺れ方なんでね。だから、この真上にいる人考えましょうよっていうことになると、地面から突き上げられるように感じたりとかね。あとあるいは地面に引き込まれるように感じたりとかね。いうことになりますので、そんなに揺れは大きくはないんだけれども、結構この P 波、縦波の方が、実際に経験すると気持ち悪いというね。まあそういう印象を持つ人もたくさんいます、実を言うと。まあというわけなんでね、まあ何はともあれそう。この S 波の大きな揺れに備えなくちゃいけないんですけれども、P 波とてね、全く油断できるものでも何でもありませんので、まあしっかりと防災を考えていくことはやはり重要ではありますよというところです。じゃあ、そんなところで、ひとまずこの授業を終えたいと思います。お疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうか？面白いな、分かったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、また間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。